どうも、2号機をブラックで出せばとりあえず売れるとバンダイは思ってるサボリーマンです。今回はプレ版新作ガンプラマスターグレード100分の1エクリプスガンダム2号機が着弾しましたので作ってみていきます。パッケージアートはプレ版おなじみのモノクロ、一時予約で購入しました。2023年9月15日発送分、お値段税込み6600円。登場作品は公式外伝漫画機動戦士ガンダムシードエクリプス、メカデザイナーは阿久津純一氏、エールカラミティやジングラディエーターなどシードエクリプスに関しては全て阿久津純一氏が手掛けられています。バリエーション元のキットは2021年に発売されたエクリプスガンダム1号機ですね。変更点は2号機の特徴的な頭部形状と武装類が新規造形で作られています。それでは早速開封してランナーを見ていきましょう。ゼータにも引けを取らない変態可変機オープン。1、2、3、4、5、6、7、8、9。説明書、はい、開封して内容物を並べてみました。ランナーはかなりのボリュームです。合計20枚使われていました。複数のランナーが使われているのでランナー別に見ていきます。まずはベースになっている2021年製のエクリプスガンダムのランナー、合計12枚使われていました。多色成型のランナーは2枚、合計3色。パーツ表面の質感は全体的にマットで柔らかめの KPS 素材が使われています。外装パーツの造形もとても精密に作られています。ブルーだったランナーはレッドに、グリーンだったエフェクトパーツはオレンジイエローに変更されています。エフェクトパーツも柔らかい樹脂ではなくてクリアパーツで成形がされています。関節レーマエクリプスガンダムのものと2016年製のフリーダムバージョン 2.0 のものが併用して使われています。続いて2023年製のエクリプスガンダム2号機の新規造形ランナー、合計3枚使われていました。新規造形の頭部や武装類のパーツですね。センサー類のクリアパーツも含まれていました。あと2021年製のマスターグレードモビルジンのランナーも1枚使われていました。その他にアクションベースと専用の水転写式デカールとホイールシールが1枚ずつ付属。説明書は使い回しではなく新しくなっています。こういうところが地味に嬉しいですね。バックパックの感想もエールストライカーやランチャーソード、フォースシルエットやガナーウィザードなど詳しく書いてあります。こちらがカラーガイド、設定色は合計6色。続いてパーツリスト、余剰パーツは共通ランナーから驚異の80個程度を発生します。大量ですね。ここ最近じゃ最多なんじゃないでしょうか。それでは組み上げてエクリプスガンダムとの違いを比較してみていきましょう。まずは骨格フレームだけで組めるか試してみました。肩のボリュームがすごいですね。コックピットの位置は胸部前面に飛び出していて、今までにない斬新な感じで面白い作りをしています。上腕部やつま先など一部外装パーツを使いますが、フレームの状態で組めます。変形の兼ね合いもあってかなり奇抜なフレームですね。シリンダーギミックなどもなく KPS のグレー一色。またフレームの一部にはマスターグレードフリーダムバージョン 2.0 のパーツが流用されているのも特徴になっています。それでは各部を見ていきましょう。頭部や顎、マスク、ツインアイは別パーツ化。ツインアイにはグリーンのクリアパーツが使われ、付属のシールを貼ってみるとこんな感じ。両側面のパーツは変形時に向きを変えるんですが、そのせいもあってかなり角度が自由に動きます。参考までに1号機の頭部と比較してみました。一部利用かと思ったら完全新規造形で見た目が大きく異なっています。マスクのへの字型のスリットなどもなく、アンテナも短く変更され、頭頂部の長いセンサーユニットはイージスの多目的センサーユニットの改良版が搭載されています。イージスガンダムもびっくりのサイズ感になりましたね。センサーのグリーンは別パーツ化されておらずシールを使っています。両サイドには1号機にはなかったバルカン、こちらもパーツ分割はなくディテールだけでした。こういった分割されていない箇所は MG にしては作りが甘いように思いますね。センサーユニットには合わせ目が発生しますが、段落ち処理がされていました。胴体は可動ポイントが多め、変形の兼ね合いで首周りのフレームや胸部も稼働します。パイロットフィギュアは胸部の稼働するフレームに登場しています。変形機構があるので首周りのパーツを上に上げ、胸部のパーツを収めていきます。するとこんな感じで連結して固定されます。ダクトのディテールはシンプルでありますが開口されています。コックピットハッチはもちろん開閉可動、下半身は少し隠れていますがパイロットがよく見えます。またバックパックのジョイント部は対応したジョイントパーツを差し替えることでストライカーやシルエットをウィザードに換装できるようになっています。可動ポイントも見ていきます。頭部の付け根は特に動きません。腹部に可動が入っていて前後屈の可動はこのぐらい。背面のパーツも角度を調整できます。
頭部の接続は後頭部の外装パーツを一度外してボールジョイントに挟み込む構造で、取り付けると簡単には外れない作りになっています。外装パーツにアンダーゲートは使われていませんが、ゲートアウトの配置が分かりにくい位置になっていますね。腕と肩にも変形機構があり、肩周りは普通のガンプラとは全然違った作りになっています。軸が折れやすいので無理に動かさないように注意した方がいいですね。ハンドパーツは全部で5種類、指を差し替えるタイプですね。握り手が2種類と握り拳、開き手と武器持ち手、武器持ち手は右手のみ付属します。肩周りがとにかくごついですね。圧倒的存在感を放っております。肘や前腕部の関節、ハンドパーツはフリーダムと共通のものが使われていました。また肩アーマーにも別途ストライカー用のジョイントパーツが用意されていて、取り付けてみるとこんな感じ。ソードストライカーやランチャーストライカーの肩に取り付ける分ですね、そちらが取り付けられるようになっています。バラさなくてもワンタッチで取り外しができる作りになっているのもいいですね。続いて可動ポイントも見ていきましょう。前後のショートウィングは角度がつけられます。肩アーマーは上下にスイング可動、大きく上がりますがこのぐらいが限界ですね。上腕部から下はロール可動、肘の曲げは二重関節になっていて限界でこのぐらい。腕の関節レームはフリーダムからの流用で前腕部は伸縮可動、ハンドパーツは手首のパーツごと柔軟に可動、胴体への接続は上側から太い軸に差し込んでいきます。肩は上から差し込んでいるので側面に引っ張っても外れることはありません。保持力が抜群ですね。脚部は膝関節から上にフリーダムのパーツが利用されています。膝を曲げると大腿部の走行はスライドするギミック、膝から下は変形の兼ね合いでフレームがかなり複雑な構造をしています。足部はアンクルアーマーが大きくて隠れがちですが、ヒール状の小さいサイズになっています。足裏にも肉抜きはなくディテールが入っています。アンクルアーマーの裏側もフレームの裏打ちがしっかりと入っていますね。かかとまでアンクルアーマーで覆われているのは珍しいデザインになっていますね。こちらにも裏目にはしっかりとフレームが入っています。続いて可動ポイントも見ていきます。足付け根のパーツはポリキャップではございません。プラ材ですね。90度まで上がります。さらに180度まで回転、膝の曲げは二重関節になっていて大腿部のフレームが若干スライド稼働します。限界でこのぐらい。膝アーマーの裏側は特に裏打ちなどは入っていません。空洞になっています。上から見ると結構内側まで見えてしまいますね。アンクルガードは上下に若干スイング稼働、かかとのアンクルガードも左右に稼働し、付け根はボールジョイントで若干角度を調整できます。足首のフレームは前後左右に柔軟に稼働、つま先を折り曲げることもできちゃいます。モビルスーツ形態だとこのすねの関節フレームが結構外れやすいですね。腰部にも骨格フレームがしっかりと入っています。股関節のパーツには MG フリーダムのパーツが流用されていて、引き出して下側や上側にスイング稼働できます。あのフリーダムバージョン 2.0 で折れまくった強度がいまいちの軸ですね。強引に足を動かすと軸ごと持ってかれるのでご注意ください。特に細かいパーツ分割もなく作りは思いのほかシンプル。リアアーマーの中央にはそそり立つウィングがあり、角度が調整できます。アーマー類はそれぞれ独立して稼働し、裏面のフレームにもディテールが造形されています。あとリアアーマーはジョイント部が稼働し、通常時はフレームの内側にぴったりとはまります。脚部の接続は折れやすい軸、サイドアーマーは少し後ろ側に流しておくみたいです。下半身と上半身は太めの軸でドッキング。はい、マスターグレードエクリプスガンダム2号機の本体が完成しました。夜間迷彩を兼ねたブラックがいかにも悪役チックなダークなカラーリングで思った以上に似合っててかっこいい。設定では動力源は1号機とは違い、電力ではなく核動力仕様のエクリプスになっているそうです。全体的にトゲトゲして、頭部はイージス風の多目的センサーがついていたりと、イージスのカラーリングにしても似合うと思います。可変機という点も踏まえるとオーブ版イージスといったところでしょうか。アスランザラ専用機を作ったりしても面白そうですね。次は武装量を見ていきましょう。まずは1号機と共通の前腕部に装着するビームシールド、エフェクトも1号機と同様のものが付属、カラーリングはグリーンからイエローオレンジに変更され、本体カラーとの相性も抜群に良く、クリアパーツは蛍光オレンジでかなり明るくて発色が綺麗です。
次はフリーダムのデータを元にして開発されたビームライフル。設定通り大半はフリーダムの流用パーツ、別途シールド状のパーツと組み合わせて使用します。ジグ接続でシールドは角度を自由に調整、銃持ち手はフリーダムと共通です。続いて反対側にはソードストライクのデータを元にした実体験、根元は新規パーツですが先端には MG モビルジンの刃が利用されています。この実体験もシールドとセットで運用、クランク状のジョイントで接続され回転し角度を調整できます。ハンドパーツは握り手でグリップを掴んで突き出すようにして構えられます。長さもあってポージング映えする武装になっていますね。その他にも1号機と同じ 72E4 式ビームライフル、ジンライも2本付属します。グリップは分離して72式ビームサーベルとしても運用できます。ビームサーベルの刃が長くてデザイン性も高く、ただ構えるだけでめちゃくちゃかっこいい。エクリプスガンダムはエフェクト類が充実していて迫力あるポージングがつきやすいですね。とてもよくできたキットだと思います。次は参考までに1号機と比較してみるとこんな感じ。対照的なカラーリングですね。一緒なのはイエローぐらいです。本体は頭部以外は共通で同じ作りです。武装はビームライフルや実体験が新たに追加されました。このサイドアーマーにマウントしてる感じ、めっちゃイージスっぽさがありますね。シード世代の方にはハマるデザインになっていると思います。続いてモビルアーマー形態の変形を見ていきましょう。複雑すぎるため解説はざっくりになりますが、変形の流れとしては武器類を一旦外して脚部を半回転、つま先をまっすぐと伸ばし両足をくっつけて逆三角形の形状にします。上半身を起こしたらリアスカートで腰部のフレームとロック、頭部の頬のパーツは一度外して前後向きを変えて取り付けることによりフェイスパーツを外装パーツで覆うような見た目になります。頭部は新規造形になっていることもあって1号機とだいぶ見た目が変わってきます。あとは肩のフレームをスライドし回転させ、ショートウィングを展開し腕を曲げて肩の下側に持ってきて固定します。あとは武装を側面に接続し専用のジョイントパーツでアクションベースに固定すれば、はい、モビルアーマー形態への変形が完了でございます。どうでしょう、わけが分かりましたでしょうか。初見だとかなり難しい変形になっていると思います。変形機構が複雑なのもあるんですが、この独創的なフォルム、どこの部分をどう変形してどの位置になるのかが初見だとイメージがしにくいのもあると思います。僕自身変形をさせたのは今回で3回目になるんですが、一度変形をさせてみるとフレームの稼働ポイントが理解できてきて、説明書を見ていると自然にわかるようになってきます。あとモビルアーマー形態でも各種バックパックの取り付けが可能になっているので、お好みで取り付けていろいろと遊べる仕様になっています。はい、マスターグレードエクリプスガンダム2号機完成しました。付属品一式見ていきましょう。ビームライフルと実体験、それぞれについているシールド、72式ビームサーベルと 72E4 式ビームライフル、ジンライ、両腕に装備するビームシールド、続いてビームエフェクトとハンドパーツが各種、アクションベースへのジョイントパーツが2つとバックパックと肩アーマーの乾燥用のパーツ、続きまして余剰パーツ、フリーダムの共通ランナーを中心に大量に発生します。115個程度ありました。以上が内容物一式になります。それでは本体を詳しく見ていきましょう。それでは可動域から見ていきましょう。まずは頭部から、頭部付け根はボールジョイントで接続、首の基部は特には動きません。顎を引いてみるとこのぐらい、上に向けてみるとこのぐらい、横へのひねりは顎パーツなどが結構干渉しますが、ぐるりと1回転させることができました。腹部に可動が入っているため前後屈はかなり大きく動きます。さらに側面に角度をつけることもできます。腕付け根のフレームには特に引き出しギミックはありません。前方に少し角度がつけられます。上半身のひねりはフロントアーマーに少し干渉しそうですが、ぐるりと1回転をさせることができました。腕の開きも見ていきましょう。肩アーマーは付け根のフレームに可動ポイントがあるため大きく上がります。90度までしっかり上がりますね。可変機構があるおかげで可動域が抜群に広いですね。すごいよく動きます。腕は肩アーマーに沿うような形で90度までしっかりと上げることができました。通常のガンプラだとここまで動かすことってできないですよね。続いて足の開きも見ていきます。アーマーリーはしっかりと跳ね上がり、付け根の軸は上下に可動します。フリーダムの股関軸は折れやすいんですが、構造としては可動域が結構広いですよね。足を目いっぱい開いてみるとこのぐらいでした。十分なぐらい開きますが、サイドアーマーに少し干渉しますね。最後に膝立ちをさしてみていきます。フロントアーマーはしっかりと跳ね上がるので足も大きく上がります。
かなり奇抜なデザインとフレーム構造ではありますが、パーツがポロリしないのも素晴らしいですね。はい、エクリプスガンダム2号機の膝立ち整いました。全身の外装パーツが尖り上げていて、触っていたら結構手に刺さって痛いんですが、フレーム構造が優秀でとてもよく稼働します。一応綺麗な膝立ちをさせることはできたんですが、アンクルガードが大きすぎるため足のつま先の先端は地面につくことはありませんでした。あと動かしてポージングをつけていたら、膝頭の裏側の空洞が結構目立ってしまいますね。ここは埋めてディティールアップした方がいいんじゃないかなと思います。次は公式の完成見本と素組みを比べてみていきます。キット本体には2号機の密輸車式デカールとセンサー類のホイールシールが付属。基本的な色分け再現は最新の MG ということもあって完璧にされ、センサーシールは新規造形の頭部と武装類に使用されています。成形色はとても綺麗で、変形ギミックがあったりとパチ組みでも十分に満足できます。塗装する場合は変形を封印してどちらかの形態で固定になりそうですね。はい、マスターグレードエクリプスガンダム2号機を詳しく見てきました。ほとんど1号機と同じではありますが、ダークなカラーリングに変更され、完全新規造形のパーツも含まれていたりと、1号機を持っている方でも違いを楽しんで組むことができると思います。見た目はだいぶイージス風になっていますので、イージスガンダムが好きな方にはかなりおすすめ。サーモンピンクに塗装したくなってきますね。アスランザラ専用機と言われても違和感のない見た目だと思います。動画を投稿した時点だとプレ版で11月発送分の予約ができますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。